日間開かれる長岡花火初日、打ち上げ開始と同時にここの踏切のこちら側から飛び込んだとのことです。札幌発大阪行きの特急トワイライトエクスプレスは長岡駅の向こうから来て、向こうに走っていって、この辺りで跳ねたとのことです。向こうの線路に向かって荷台が飛び散ったらしいです。この辺一帯は他にも飛び込み自殺が多くて、お地蔵さんが設置されたらしいです。この川や橋も幽霊が出るらしいです。首がない。後ろにはぬいぐるみ。